ここを抜けりゃ五番マゴロだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マゴロの柱だ。道順はプラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。 G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトでマコーロの近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん。黙って進め。下見なければ平気だよ。あんまり。扉の先が G か。これで開くかな。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。かろうじて生きてるか。動くかな。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽。スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね。4番街の人たち、マコーロをぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。あった。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。俺が行こう。うん、下で待ってるね。非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。
それで G までは達成だな。うん、あとは魔航路を目印に。この眉、やつらの巣穴へようこそって感じか。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。マテリアに気取られてたろ。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。ま、どっかは繋がってんだろ、うん、地道に探すしかないね。あのマテリアの通信通路もな。私も覚えちゃった。ねえ、もう一度確認しない？私たちの目指す魔航路は H の先。ああ。でもここまでは H につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他につながってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。うん、悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かに
あれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに垂れ流しよ。行けそうだ。マジか。怖くねえよ。怖くねえ。なんか、すげえファンの音が。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう、急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然、良くない。よそ見、ダメだから。おう、2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト、うん、確かそう言ってた。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。ああ、こっから一番近いライトっつうとあれだな。暗い姿を見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。けっ、神羅に照らされる未来なんざお先真っ暗に決まってる。
覚悟はいい。じゃあ消えろ。あったよ、スイッチ。サクッと消しちまうか。1つ目、残りはあの2つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。くっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。中距離射撃隊。おう、あいつらは俺に任せとけ。こっちだな。やってやら。ほらほらほら。カバン。次行くぞ次。気が早いな。通路が動かせるんだ。おお、ぴったりじゃねえか。次のライクはどっちだ。こまめに。バカみてえにでかくて助かるぜ。余裕だな。これで負けたら笑ってやるよ。私に任せて。俺の見せ場だ。そこ、うん、はい、はあ、蹴散らす。おらおら、はあ、邪魔見やがれ。そっちはどうだ。そっちか。いつでも来い。そっちか。行け。追い打ちだ。終わる。そんなのいいよ。終わり。そこ。シャワー浴びたいな。2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。動きそうだよ。太陽なんて本物が一つありゃ十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。侵入者発見。相当モードに移行します。叩き切る。気負いすぎるな。さあ行くよ。待ってました。来ないな。行くよ。オラオラオラ。
中止。邪魔だ。ほらほらほら、待ってろ。さあ、までにいるぜ。どんなもんよ。ぐるっと回って戻ってきたみたい。最後のライトは。どこに繋げるか、よく考えろよ。ジェシーとウェッジがいないのもいて、うん、二人のことビックスになんて言おう。きっと心配するよね。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。押し切るぞ。ここは攻めていこう。邪魔だ邪魔だ。甘い。気をつけ。どうだ。シュン。このままでは。決める。まだまだ。け頼んだぞ。シュン。今だ。そこ攻めるぞ。よっ。じゃあね。やってやる。次もこの調子。Thank you.
これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分までシンナを懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。ビッグスとの合流場所は魔航路へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン。A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。
く H1 まで戻ろう。気張ってけよ。まあ。どうした？おう！連携しよう。頑張るね。逃げよ。嘘。そこ。常用電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。たまよ鉄くずめろ。してたよな。拾っとかなくていいのか。
や、先を急ごう。いよいよ魔航路か。暗くて息くせえ。星の命が削られる場所だ。中は魔法の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、魔航路が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。この先だ。遅くなったからきっと緊張してるね。やめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。ティファン。より緊張してたみたい。こればっかりは俺もなれねえ。コウさん。てかクラウド、ジェシーとウェッジはどんな感じだ。犯人グループが列車から飛び降りたって上は大騒ぎ。
おかげでここは静かでな。魔航路へのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーグ。で、パートの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね、大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行き来に乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔航路の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリング。調子は？これ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。そうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。